この間これうちで試した時にはしょうがないから乾きが早いので霧を吹いてやったんですが、あ、それから今日の図案でいくつかのお召しの図案なんかでも円字だとかいろいろ地色の塗った色がありましたけれども、決して色紙を使って描いたわけじゃなくて全部この地塗りをして描いたんですから、この地塗りも難しいです。黒なんかは楽ですけど中間色の色になると途中で変色する場合が出てくるんです。だからこの地塗りも仕事の一つです。どうしてもはけ目の感じが出てしまうんですよね。これが乾かないうちにやるんです。平らに塗っとかないと、それでまずポイントになるところから書き始めるわけです。早いので梅のっていうか何か、あ、ちょっと泣くからいいですね。大体この辺をこういうふうに書いていっちゃうんです。ところがこれ書いてるうちにだんだんこの絵の具が下の黒で汚されてくるわけですよね。この汚されてくるとだんだんここの色よりもこっちの方が薄くなってきます。下の黒に負けてくるわけですよね。こうやって濃淡を変えていったんです。ただ早くしないと乾いてしまうので、本当はこんな短いものよりもっと大体これの倍ぐらい長い紙に書いたんですから、本当に書くときは忙しいです。だいぶ銀の色が薄く黒に負けてきて、こういうふうにね、初め書いたところが濃くってこういうふうにして表現していったんです。そうすると次に今度は違う色をここに載せてくるんですけれども、その場合にはもう中から乾いてきてますから、本当はここで聞きに金を使いたいんですが、ちょっとまだ溶けないので、今度はいよいよ本番の今度はそこのポイントの縫い取り、まあお召しで言えば縫い取るっていうか色を刺すところを今度は決めちゃうわけです。これは2色使います。最初に薄い色をつけて次にちょっと濃いのをちょっと混ぜて、あんまりこれ木じゃくって織物にする場合に色を使うとそれだけお金がかかっちゃうんですよまあよくなるべくポイントよく置かないと多く色を使ってそこだけ調数をいっぱい使わなくちゃなんないから、こんなには実際に入れませんけれども、まあ今日はお見せするんでこうやって書いてますけれども、ここまで行ってでここまで行って少し今度乾いたら、今のさっきの筒書きが利用してくるわけで、花の芯を書くわけです。まあちょっと本当にあっさり描いたんであれですが、これがずっと流れていくようにも表現できるわけです。初めに描いたところが濃くてだんだん外側が薄くなってますよね。筆でこれは描いてもいいんですけど、今日はせっかく持ってきたから筒書きでやってみます。多分まだ乾かないけど大丈夫だと思うんですが、
っとまだ無理だね。映る？書いてるとこ。じゃあこうやって見てる方がいい。あ、やっぱり乗らないね。下が濡れてるから。あ、乗るところもある。もうこういうボロ使うんですけども、忙しくなるとこんなの使っちゃいません。手でやっちゃいます。手が汚れたって別に死なないから。乾いてからの方が本当はきれいにいくんですよね。ちょっと無理ですね。出ない、出ないやな。このそばちょっと、まあよその関係ないところちょっとやってみますけど、こういうふうにしたものを一日っていうか半日っていうか時間5枚書いて出品したら、これであと字色をいろいろな演じにしたりなんかしてやったんですけど、これ初めてですよ、私もこれ経験したのは。あ、こんなに売れたんかなと思って、5枚書いてその日のうちに前日に4枚売れて、 あるから大事じゃん、ね、こんないいのもったいない。まあ、こういうのを今日は子どもさんたちが来たら見せたいなと思ったんですが、残念ながら、まあ、また何か機会があったら、まだまだ今言った筒書きとか、あの一つはあのボタン化けだけで叩きながら仕上げた絵もあります。筆一切使わず、こういうものを使ってあの描き上げた絵もあります。いろいろ技法はあるんですけどね、それはもう本人の努力次第で、だいたいもう時間があれなので、まあ私今日はとっても下手すると2時間の予定が1時間ちょっとで、あとはもう話に詰まっちゃうかなという不安と、もう一つは話しきんないで途中でストップを食らうんじゃないかなと、2つの不安を持ってまあここに立ったわけでございますけれども、多少の話のオチもありますし、まあ皆さんに通じない点が大変あったと思いますけれども、次回には今少し勉強して機会があったら、多少はマシな話ができるんじゃないかなと思います。ちょっとですか、何かがあるかね、何かありますか、質問とかありますか。ではあの石川さんの図案作家としての心情を最後にお聞かせ願いますか。あの心情と言っても私本当に、まあ、先ほどからお話申し上げた通り、小さい時から絵が好きで、まあこの先ほど皆さんのお手元にお配りした、まあ、簡単な年表ですけれども、本来ならこの仕事に入る前20年前後が私が一番苦しい思いをした時期なんです。それでこの図案家になった独立した29年の時に、実は22年の水害で私の家はそっくり流されてしまったんですが、親戚、母方の親戚がなんとか苦労を立てして、まあ屋根は杉川のあれで屋根を拭いてくれて、周りは当時はベニヤも何もないから引いた板を全部張ってくれて、夜になると節穴から外の明かりが見えるようなうちに7、8年住んでたんですが、29年の時の河川改修で立ち退きをいただいた時に、私も悪かったんですが、母方じゃなくて父方の両方があの建築関係の仕事をしておりまして、その時に限って母方の親戚でお世話になったうちが壊される時に父方の方の建築会社をお願いしてしまったんです。っていうのが父方の方の私のいとこが図案をやってたんですよ。
それでその間取りが実によくできておったんで、このように作ってもらいたいってんで、迂闊にも頼んでしまったところが、さあ言おうとだったら、母方の親戚にえらく怒られました。当時からもう私は早くから父親もなかったから、まあ親代わりっていうか、そういう関係で私が母に代わっていろいろ組合のことにも出てたんですけれども、ちょっと時間いただいていいですか。これ非常にこの人生の最大のあれなんで、どうしてもそれを作りたいって言うんで、当時私が独立した時は三条の間を自分、今言った通りそういう掘ったて小屋に住んでたから、三条の間近所の借りて仕事してたんですが、どうしてもそれを作るんだって言うんで、父方の方へお願いしたんですけれども、それで注文したら、さあ母方のおじごたちがうちへも3人4人で来て、ずいぶん怒られました。怒られたっていうんではないです。最後に言われた言葉が、絵描きでなんで飯が食えるって言われたんです。当時はまだ図案っていう意識がなかったんですよ。一般の人にはもう図案描いてても絵描きに見えたんですね。そのおじごが3年前に亡くなりましたけれども、その言ったおじごが、絵描きで何が食えるって言われた時には、瞬間に初めて、私その時の悔し、他にも悔し涙っていうのは流した経験あるかもしれないけれども、ダーッて涙が出た。それを忘れません。あんなに涙がいっぺんに出るもんかと思うぐらい、もう下向いてクーッて歯食いしばって、うわーって涙、あの涙が大粒なんですよ。来たと思ったけど、そのせっかくの母方の親戚の方へ頼まなかったのは私が悪かったんで、何の抵抗もせずに我慢して、もう唇もう噛みしめて下向いたままで顔を上げなかったですけど、そのおじごも3年前亡くなる何年か前からは、せんつって私のところへ来たり、いろいろ行くと、まあごちそう出してくれたりしましたけれども、それを最後に、よしこの野郎、この野郎ってことは大変あれかもしれないけど、それが29年の独立した年だったんです。従いまして、先ほども申し上げた通り、伊勢崎郡なんか片道の電車賃があればいいっていうくらいに仕事したわけですけれども、